2019年2月10日日曜日です、ちょうど3連休の中日になるんですかね。 FTR、完成しましたので、ご紹介いたしましょう。FTR 専用ということで、なかなかしっかりした作りになっております。ちょうどここでこのレバーで角度の調整が前後ろ稼働できますね、若干根は張りましたが良さそうです。かっこいいですね。フォークランプですが、LED フォークランプですが、片一方つけていいのかということで聞きましたら、可能だということで取り付けました。両方左右対称に取り付けなくても大丈夫ということです。対向車が真後ろかったらいけないと思い、3分の1目隠ししました。スマホ充電も OK です。スマホはアクセサリーにつなげます。ソニーですね、自動車用ですが、ところどころテープを貼ったりして防水に努めてます。そしてアクションカメラですね。このヒートグリップは1から5まであるのですが、5にすると火傷するぐらい熱いです。3か4が手頃だと思います。手作りのサイドバッグです。なかなかうまく作ってると思います。これも手作りのペットボトル入れです。
チューリヒの位置情報がこの QR コードですぐわかります。ヘルメットホルダーも一応ついているのですが、なかなか扱いにくいのでこちらのホルダーにしました。簡単ですね。カパッとはめてサッとつきますね。タンクバッグは購入しました。まあ、カッパを入れる程度ですが、これで十分だと思います。マフラーはノーマルですが、これでよろしいかなと思います。よくノーマルに始まってノーマルで終わると言いますね。これがホックのスイッチですね。ロックランプは夜の雨降りとか暗いトンネルしか使用しませんので、あまり眩しいと言っても迷惑にならないと思います。エンジン始動してみましょうか。超高速でと。順調ですね。気温12度ですから寒いです。瀬戸内育ちの私にはものすごく寒く感じます。風がありますね。ションコンも充電できてます。ナビも OK、 スマホも OK、
そうそう、ついでに観覧もエンジンかけておきましょう。電気つけようか。そうですね、ついでに FTR の完成記念で記念撮影やってこう、記念撮影をしましょう。